オマリーが練習中に腰を痛め、4番石峰、5番真由美で挑むことになった阪神。そんな状況での先発マウンド、イフネは1回、先頭バッターの飯田にいきなり左中間にホームランを放たれ、先制点を奪われます。しかし阪神は3回に1点を返し同点にすると、なおも5回、左足の故障から久々のスタメン神山のツーベースで勝ち越しのチャンス。ここで和田が右太ももの怪我をしての出場にもかかわらずセンター前ヒット。ところが亀山のホーム突進は足の痛みと飯田の好返球に阻まれタッチアウト、得点することができません。ところが迎えた6回、今日オマリーの代わり4番の石峰がヤクルト先発西村からレフトスタンド一直線第17号のソロアーチを描き、2対1と勝ち越しを決めます。そして9回阪神はストッパーとして古水をマウンドに。しかし2アウトからクラークに2ベースを許し、鈴木広沢にもヒットを打たれ、土壇場で2対2の同点、試合は延長戦へと入ります。迎えた11回、ヤクルトは2アウトながら満塁と絶好のチャンスを作りますが、ハウエルは空振り三振、試合は12回表を終わって2対2の同点です。これ生なんですね。すいません、読みが出てくるんだと思ったんですが、今これ状況が入ってるんですね。いやいや生ではないですね。あ、VTR ですか。これでヤクルト、新庄選手が、ファインプレーで、ここから最後のこれは戦い、最後の回に入る。今終わったところ、試合終了。新庄選手がサヨナラヒットを放ったということですね。これは生の絵ですね。はい、聞こえました、やっと。今までこちらの方で実況していた槙野でございますけども、お疲れ様でした。たった今、5時間42分手元の時計なんですけどね、終わりまして、新庄が左中間へサヨナラヒット、前回二塁ランナーの和田がホームインして試合終了です。延長15回裏、ランナーを変えることも思わずに、そして延長15回の裏、さあバッターボックス新庄、カウントワンナッティング、投球2球目、足合って第2球ランナー打った、今日阪神は山崎が先発。1回いきなり1塁2塁のピンチを迎えますが、古田を打ち取り得点なし。阪神は3回、今シーズン初めて山崎とコンビを組んだ木戸がヤクルト先発石井から1年3ヶ月ぶりの一発、第1号ホームラン、山崎に1点をプレゼントします。山崎は大先輩木戸の愛情に応え、ここから波に乗ります。4回古田をダブルプレー、木戸のリードが冴えます。6回はスタメンファースト真由美のナイスフィールディング、ベテランが山崎をバックアップします。山崎は7回、ハウエルの背中にデッドボール、一瞬ヒヤッとしましたが、強気の山崎はテンポを乱すことなく1対0のまま9回へ。山崎は最後まで安定したピッチング、ヒット3本で今シーズン2度目の完封で5勝目、まさに山崎木戸の名コンビが今日誕生しました。函館でプロ野球の公式戦が行われるのは6年ぶり、スタンドは2万人近い観衆で埋まりました。ヤクルトは1回裏、ワンアウト1塁のチャンスに4番広沢、左中間を深々と破るツーベースヒットでヤクルトは2点を先制します。ヤクルトは2回にも1点を加え、さらに3回、この回トップの広沢、5年連続の20号ホームラン。ヤクルトはこの回3点を追加し、6対0とリードを広げます。初回から飛ばしたというヤクルト先発の岡林は、球を低めに集める丁寧なピッチングで横浜の反撃を1点に抑えて完投。ヤクルトは今月8日以来12日ぶりに最下位を脱出しました。横浜は2回表、6番鈴木がヤクルト先発の伊藤明彦からライト場外に130メートルの大アーチ、横浜がまず1点を先制します。ヤクルトはその裏、横浜先発の斉藤隆を攻めます。7番池山のツーベースヒット、ワンアウト3塁2塁のチャンス、8番土柱しぶとくライト前に運び、すかさず同点に追いつきます。1
1対1で迎えた7回裏、ヤクルトはワンアウトで1番の飯田、最初から狙っていたというスライダーを捉え、打球は右中間を抜けるスリーベースヒット。新井が倒れて3番クラーク、函館の涼しさでリラックスできたというクラークはレフトオーバーのツーベースヒット。4番黒沢もライト前ヒットで3対1と勝ち越します。ヤクルトはそのまま逃げ切り、横浜に連勝しました。去年の覇者の勢いも今は昔、先取点は奪ったものの、こんなバント失敗でみすみすチャンスを潰せば、3回には絶好の追加点の場面にショート河合の華麗なプレーが飛び出すなど、完全に去年とは立場逆転の両チーム。そんなもたつきを今年の巨人が捉えないわけはありません。5回2番河合がセンターへタイムリーヒットを放ち、まず同点にすると、ここで登場は松井。こちらもセンターオーバーのタイムリーツーベース。目下巨人の誇る絶好調コンビであっさりと逆転に成功です。そんな巨人にも大きな弱点が。この池山の大きなセンターフライで、なんとハウエルが一塁からタッチアップ。後藤の肩の弱さがもろに出た場面もありましたが、そこは打線でカバー。7回再び2番河合がタイムリーをライトへ弾き返し、追加点を奪えばお次の松井、またまたタイムリーをセンターへ。なんとも頼もしいご両人、共に2打点ずつの大活躍で巨人は4対1です。こうなるとあとはスイスイと思いきや、8回から登板したストッパー石毛が主砲広沢に21号ホームランをレフトスタンドへ運ばれ、終盤に来てもたつきの予感。しかしその流れを再び呼び戻したのがこの人でした。なんとも難しいフライを河合、ナイスプレー。これで楽になった石毛は最終回を3人で片付けゲームセット。フリーロードまっしぐらの長嶋巨人快勝です。まずはこのプレーから。最近ホームランを量産している原がこの1打席目に左足太ももを痛め途中交代と、突然のアクシデントが起きたジャイアンツ。先発マウンドは最も信頼の受けるエース斉藤だったんですが、5回6番池山に17号ソロホームラン。池山の実に22試合ぶりの一発でヤクルトが先制。一方ジャイアンツもその裏、ヤクルト先発左の石井から小藤、これぞサウスポーキラーの新特徴、15号ホームランで1対1同点となりました。しかしすぐさまヤクルトは6回、ランナーを一塁に置いて黒沢の打球は左中間真っ二つ。さあ決して足が速くない新井ですが、小藤の肩を考えて一気に三塁を回るか、回った。しかし中継に入った河合がこの位置、そしてバックホーム、タッチアウト。これぞプロの醍醐味、完全な中継プレーを見せた河合のスーパープレーが飛び出し、流れはぐぐっとジャイアンツ。そして7回でした。松井は左手に直撃のデッドボール、大事には至らず出塁すると、バッターはまたまた小藤、これまた左中間へ。飯田の驚異的なジャンプもあと1個届かずスタンドイン。2打席連続16号ツーランで勝ち越しに成功です。こうなると斉藤のピッチングに興味が集まりますが、最終回肩に出塁されると続く広沢打った、同点アーチか、いやあと一伸び足りません。結局勝ち星防御率トップを走る斉藤がヤクルト打線をわずか5安打に抑え、堂々の完投で13勝目。ジャイアンツ自力でまたマジックを一つ減らしました。で余命を嵐、その言葉が全く当てはまらない東京ドームの中で、なぜか風が吹いているのか知ったもんだろう。オンパレイフラッテンに始まり、池山、さらにはゴジラ松井、一塁へ激走。おっとその裏にはこんな広沢のとんでもない投球は隠れていたんです。そして極めつきはこのプレー、審判にボールが当たる珍プレーも飛び出すなど、優勝目前の巨人と去年の覇者ヤクルトの一戦とは思えません。そんな試合を制したのはこの人のバット、背番号00柳田と思ったら、柳田のヘルメットをかぶった主砲広沢でした。22号ツーランホームランを左中間スタンドへズボン。この一発などでヤクルトが3対0とリードです。一方ジャイアンツ打線はというと、ヤクルト先発山田、古田のバッテリーの前におとなし。8番大久保、風速22メートル張りのスイングを見せますが、いかんせん当たらず。スコアボードには0000000と0の山、また山。最終回ようやくチーム4本目となる松井のヒットが痛烈に1、2塁間を抜けますが、わずか4本ではジャイアンツ勝ち目なし。今シーズン初先発の山田の前にシャットアウト負け。長嶋巨人優勝祝賀会の乾杯の前の一休み、納得の乾杯でしょう。